高知県二淀川町のしだれ桜一本桜とは単一で植えられた桜の故障。古くから人々に愛されてきた一本桜も多数存在し、伝説や由来に基づく特別な名前が付けられているものもある。幹が頑丈で長寿になりやすい野生種の江戸悲願と、それから生み出された栽培品種のしだれ桜に長寿で巨樹の一本桜が多く、それらは 神社仏閣や地域を象徴するランドマークとなって、現在に至るまで歴史的に花見の対象となってきた。日本における花見は、明治時代以降、ソメイヨシノの拡散とともに、団体での宴会を楽しむ庶民の娯楽へと変貌していった。それ以前にも、観王の習慣はあったが、一箇所に複数の桜を植えて楽しむという行為は財力を伴う余裕が必要であったことから、 全国の町や村では、自社の境内や領主の庭先に植えられた一本の桜をめでることが一般的な花見であった。桜の管理技術なども発達しておらず、その年の環境や桜自身の生命力によって、咲いたり咲かなかったりする一本桜は各地で新生死され、様々な伝承と共に受け継がれていった。やがて参考学によって、 アレクサンダー・フォン・フンボルトが提唱した天然記念物の概念が紹介されると、日本桜の保護、育成の概念が取り入れられるようになり、1919年に公布された史跡名称天然記念物保存法によって、1922年、埼玉県の石戸川の桜、山梨県の熊代桜、岐阜県の薄墨桜、福島県の三春滝桜、 静岡県の刈宿の下馬桜といった一本桜が日本の天然記念物第1号に指定された。これが日本五大桜と言われるゆえんである。あとに刈宿の下馬桜は1952年に特別天然記念物に指定された。桜の天然記念物指定は次の44指定に次ぐ39指定を受けている。 そのうち33種類が一本桜となっている。ここでは、丸谷薫の日本一の桜で紹介されている一本桜を一覧にした。その他は、植物天然記念物一覧の桜港を参照。ありがとうございます。